しい、いや結構前からいます。かしこ島、まことさんこんばんは。やっほー。お風呂に入ってずいぶんと、はじめまして、こんばんは。カハタルがめっちゃいい人だったね、これからめちゃくちゃ詳しく。フジモンさん嬉しいな、ありがとう、嬉しい。カハタルこんばんは、こんばんは。七並べ、あ、ラッシー当たったね、ヤッホー。でもさ、ラッシー以外誰ともカハタル推しと当たらなかったよ。体調悪くて早めに、今日も昨日ちょっとしかしてない、30分ぐらい。こんばんは。何回やったの並べ、何回、何回だよ、でもめっちゃやったよ、何回数えてない。七並べいつやってるの、メールしてます。6時半から室内部屋始めたけど、なぜかユミンターだった。こんばんたる、なかなか当たらないものですね。こんばんは。誰になったんね、それな。トゥルトゥルトゥルまで来すぎます。青森からさんこんばんは。メール取ってください。そう、第一ルパンだ、帰り。お星様ぴょんぴょこぴょんぴょこ、ありがとう。西ちゃんこんばんは。カハタルにまだ会えてない、会いに来てください。今日カハタルと対戦したよ、カードは訳あって前気にしてたけど、マジ、嘘だ。あ、待って、分かったかもしれん。パパおしめんと2日連続やってたつる、すごい。パパのおしめん誰なんですか。今年の1月に対戦してやるわけだけど、お、覚えてくれてるんだ、嬉しいな。この子結構ね、取るのに苦労したパンダです。卒元気です。うつたるん、うつたるんるんるん。真面目に舞台で千穂ちゃん見てきたよ、カハタルも関東へ、関東行きたいですね。そのパンダになりたい、UFO キャッチャー、そうだよ。あ、そらはちゃん、うん、めっちゃやってるね。母ちゃんアイカンブ、あ、アイカンブ始めてくれたんだ、嬉しいな、ありがとう。パンダの着ぐるみ着てるのかと思った。嘘でしょ、眠そう、眠いかな。パンダが食べてるのはパンダ。あ、ひまちゃん久しぶり、こんばんは。今日ふーちゃん変わったらゆめりんと対戦しまして、1日で3人待ったの初めてですか。めっちゃやってたのかな、運が良かったのかな。だるま100個ありがとうございます。ミシこんばんは。ウェンさんかわいい、ありがとう。今日はね、スピンリップだけです。リップとチークだけです。スッピンって言いませんか、それは。リップとチークだけ、お風呂入ったからお風呂入ったからもうリップとチークだけです。スピンでファンデーション塗っててないし、アイシャドウもしてないし、眉毛描いてなかったらね、すっぴんって言うんです
言うんだわ。すっぴんでも美人。はい、ありがとう。そういう言葉を求めてました。すっぴん、おわいか、ありがとう。私も求めてもないけど、今日はさやねえの卒婚、あーそうだったね、さやねえさんの卒婚楽しめましたか。すごいよね、さやねえさん。さやねえさん本当にザアイドル。すっぴんでも綺麗だね。優しいな。あいかぶ今日のエールとこぎっての役もほっ、あー嬉しい、ありがとうございます。すっぴんでも清い美人さん、ありがとう。七並べは一度対戦したきりだね。それな、11月発売のシティユー、あー感じが読めない。あーそうだね、すっぴんだね。クオリティ高い、あざーす。クッション抱っこしてるの可愛いね、ありがとう。何かほっそりした気がするけど、いやなんか、いやでもなんか食べ過ぎてる気がするわ、実家に帰ってきて。昔ショートカットだったの。そうだよ。こんばんは。今日自分はなーちゃんのが、あー楽しかったですか。いいな、この編集。ユニット曲とかあるのかな。ん、何がショートなのか。いやもうショートにはしないかな。伸ばしてるんだけどね、もうちょい伸びたらいいんだけど。カタルさんよりママタルさんとよく対戦する。あ、嘘だ。私は髪長い方が好きかな。本当にショート好きなんで、日本シリーズ見ながらカタルの配信見てます。伸ばしてるのはツインテールのためですか。ん、違う。貞子やらない。長田博子は SNA の卒業コンサートにミルキー、そうミルキーさんも来てたみたいですね。すごいな、愛されてますね SNA さんも。さすが、さすがです。一期生集合とかあるのかな、 STU も。もしなんか誰かが卒業するってなったら一期生集合とかあるのかな。こんばんは。さっきカホさんはどこへ遊びに行きましたか。え、どこにも行ってないですよ今日。髪の毛片方に流すやつ似合いそう。おー、ありがとう。今日の朝に七並べマイキューと対戦できたコッコと初のきらめきをゲットした。おー、おめでとう。カホトル卒業しないでね。嫌だよって、卒業は早いよ。なんでそんなに肌綺麗なんだ。え、綺麗じゃないですよ、ニキビができてきた。治れーって感じです。今日は風が冷たく感じてよ。浴衣祭りの時やけさやね。うん、そうそう、一緒に写真撮ってもらいました。ご時間ホタルありがとう。ひかりさん、カーブが勝てるようにカホタルももちろん、カホタルは髪が長い方が似合うと今日誕生日時言われて、おめでとう。アミティさん、玉ねぎ占いの種吉さんの紹介できました。え、ありがとうございます。来てくれてたよね、ずっと。推しメンの卒業とか、これが言いたいことはないよ。 STU ユニット勝手にし、ん、勝手に四国、あー楽しみです。勝手に四国観光大使、うん、早くやりたい、めっちゃ。今広島ホームテレビの視聴率すごいやるな。あ、カープですか。エールって最、チョコラビービー、チョコラビービーね。王子様ありがとうございます。あ、西地ネタなのか、なるほどね。何のことかと思いました。ジュースさんがバラをくれてますね、ありがとうございます。カータルエール支援完了、お、ありがとうございます。ありがとうございます。今延長10回だよ、すごくいい試合。おー、
カートル大好きだ、ありがとう。モンスター飲んでるよ、レッスン前は必ず飲むな。風邪ひいたからビタミンレモン飲みよる。あーいいよね、なんかそういうの飲みたくなるよね。延長10回って確かにすごいすごいな。カープ頑張れ。カープとどこをやってるんだ。え、四国観光のおすすめある。本当に四国って言いますけど、カフあんま四国わかんない。香川担当なんで、香川のいいとこならいっぱい知ってるよ。あとはどこだっけ、徳島と愛媛と香川と、あ、四国って言っても3つなのか。高知はまあ入んないっちゃ入んない。こんばんは、かがかずありがとうございます。香川のねおすすめはいっぱいわかるけど、徳島は勉強しないけどわかんない。香川どこがいいですか。どこがいいって大雑把だな。あ、でもそうだね、空気が美味しいですね。空気美味しかったな。空気が美味しいところ、高知も入れるよ。いや、そう言われても瀬戸内3つだもん。高知わかんないよ。香川の香川香川のか、空気が美味しい。徳島って鳴門海峡あるとこだっけ。徳島って鳴門海峡あるとこだっけ。あ、そうそうそうだよ、かまたまあれさぬきって知ってるよ。空気もうな、こうバンバン質問攻めがカホは嫌で嫌で仕方がない。もう本当に嫌だな、勝手に四国なんかわかんないもんな。一緒に勉強しましょう。母ちゃんこんばんは、こんばんワンダフル。四国のユニットできたからさ、山口に来る。そうだね、山口はもともとあんまり空気ちょこちょこ三重県発送。そうですね。今日も愛してありがとうございます。ごめんなさい、いいよ。住んでるとこ広島だしね、しかも。よし、いやごめんね、なんか頼りない勝手に四国観光大使のメンバーで。母ちゃん野生のタヌキ見たことある。タヌキ、あ、でもあるかもしんない。浜辺のみありがとうございます。これからやで。そうだね、まあこれから多分 SJ デートの歌の場所とか食べ物とか言えば。STU48 香川バージョンあったね。ピッピメシピッピメシ。四国って大きい、大きい。四国4つ合わせたら大きいと思います。カフタルは香川県民ではありません。私の住んでるところタヌキ結構おるよ。そうなんだ。タヌキ、キツネ見たのはこの前バイト休憩中なんで。ありがとうございます。四国行ったことないんだよね。四国はね、まあ三重から、三重っていうか、まあ四国に住んでない人から言わすと、やっぱ空気が美味しいし、あとね、なんかドラマチックな場所が多いです。暗闇の撮影の場所も香川だったんですけど、なんか映画に出てきそうな風景があちらこちらにあって、
すごい愛されてるなって思いますよ、県民の人に。安心できるよね。こんばんは。香川陸上公園で初めて行ったよ。本当ですか？香川って銭形の砂、あ、ある。香川って行ってみたいです。うん、ぜひ来てほしい。うちは香川編買ったのでカハタル乗ってた。うん？うちは香川編買ったのでカハタル。へえ。みかん食べてるカハタル。あ、そう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 、みかん畑もあるしね。私も四国行ったことない。四国はね、本当にいいとこだよ。四国っていうか、まあ香川、徳島もたまにお仕事で行くけど、愛媛あったっけって感じだな。本番に大丈夫でしょうか、カホが四国観光大使になっても。まあ勝手に絵がついてるから大丈夫だろうけど。香川の魅力を教えてください。さっき言ったな、空気が美味しいよ。今日の野生のタヌキ10匹に襲われたのに大丈夫。いつも挨拶返してくれてありがとう。こちらこそ。カープ頑張れ。これから愛媛に行くことも減るんじゃない。あ、でもライブで何回か行かせてもらってるかもしれないですね。観光はしないな。でも行ったとしても愛媛で観光しない。あー、また自信なくなってきた。ガートル空気ください。エンジェルロードあるよね。 MC のところも自治体のところもみんなこれからでしょう、きっと。香川の陸上公園の合間に、なんだっけこれ、読めない。松山でのアンパンマン列車に乗ってきてよ。最近ん？何？大佐？愛媛って海にみかんが浮いている。カホお疲れ様でした。ジョーネーム、昨日ゾンビメイクしたけど、尾道から自転車で渡ってください。金坂さんこんばんは。あ、立林、そうだ、立林公園だ。あ、コースだ、コース。愛媛やったら、読めない漢字が、もう読めないやつは読まん。こんばんは。ただやさんこんばんは。おつたる。新居浜？別紙銅山か？ま、わかんない。わかんないんだよね、もうほんまに自信なくなってきた。新居浜？新居浜って何？ハート100、大仙君ありがとうございます。わかんないわ、もうみんなの方が詳しいわ。ハート100ありがとうございます。香川勉強しよう。でも実際行ってみないと分かんなくないですかっていうのはちょっと思ったりもした。食べてみたりしないと分かんないね、実際ね。新居浜初めてです。初めてやった場所、あ、場所がね、
今頃ですがサプライズ買いましたよ。へえすごい。香川とたこ焼きどっちが好きですか。香川公園はないかな。そしたら行く香川の民家は伊勢と同じで、プライベート四国は行く行かない。カフトルバンチャバンチャ内川選手痛そう。カーブ見てるの面白そうだな。直島って行ったことあるかな。瀬トリップでね一回行かせていただきました。カフトルはカフトルの服は何色が好き。黒かな。香川はね結構行ってるんですよね。香川は行ってるな。直島行ったことあるよ。そうだね、人の感じ方は人それぞれだ。こんばんは。もうショートにはしないしない。妹子でキャンプしたとこか。香川キャンプしたっけキャンプ全然覚えてないんだけど。カハタルってスタバ行きますが、たまに新作ができたら行くよ。ネイルはしてないです。四国 JR で四国の前線よりもでっかい。カハタル写真撮るときどうしよう。1ヶ月後だ。無人島、無人島か。前回のシングルの特典で行った場所なんだっけ。なんとか神社、あのコンピラさんだ。コンピラさん STU 初期の頃のショート似合っててよかったなって。ありがとう。でもしないよ。カートル久しぶりだ。ごまこんばんは。焼き飯見てありがとうございます。金色糖とかいうやつですね。なんでネイルしてないの。したらダメなの。夏前に夏の推し総選、ありましたね。前に夏の推し面総選挙。神社やなかった。コンピラさんか。同い年くらいだと思ってた。21です。いくつですか。こんばんは。もう漢字読めないから。あ、そうなんだ。川田に今のままでもありがとうございます。おせやん、こんばんは。なんなら STU 全員おせやん。短いな。全員だとね17は若いな。好きなお酒なんだろうな。好きなお酒何かな。でもいろいろ好きかもしんない。カハタル漢字弱いよね。むっちゃね、一瞬で読まないといけないかわかんないんだよね。なんかコメント流れてくるのがありがたいことに早いから、まあ弱いっちゃ弱いけど、パッて出てこない。もう頭の回転遅くなった。年です年ですよ。もう好きな酒、ちょっと本当にさ漢字さわかんないって言ってるじゃんさっきから地名とか特に無理。ガートルグッズ買ったよ。嬉しい。こんばんは。ああ、そう、カッコつけてくれるとありがたいです。漢字点検定日記級受けたけど落ちた。人日級か。変わったらうまくするような感じで、コメント早いっていうことで、ね、ひらがなで書けますね。ありがとうございます。まやこちゃんありがとう。かぼちゃちびちびさんありがとうございます。この前も来てくれたね。でも一瞬で読むには漢字があった方がいいです。それは漢字の方がいいな。漢字弱いかちゃんが本当にね、なんかそうだな。小学6年生までなら受け付けます漢字。あとはちょっと読みません。カープ11回守りきった。よかった。ひらがなだとめっちゃ長くなる。ダフンだ。ダフンだ。漢字苦手。小学6年生まで受け付けることにした。あとは覚え読まん漢字は漫画で覚えた。
ACE6 年生までは把握。そう違う、なんか地名とか難しいんだよね。地名とか人の名前とかわかんない。ひらがな好き、え、ひらがなすぎても読みづらい。そうでした、すいませんでした、私が悪かったです。漢字にしてください。川田から読ませるようにコメントします。ありがとうありがとう、助かります。下松読めるよ。そう、地名とかもさ、人の名前とか難しい。凝ってない、通常運転。カホタルームもあったりしてて面白い。本当ですか。あー、くだまつだ。なかなかごめんね、くだまつだったね。山口のって言って、そしたらわかる。いきなり言われたら下松って読みます。山口のこれは何って言ってくれたらくだまつって読むから。ラジオのお便りは読めますか。わかんない。ぶバブタルやん。バブタルやすち。星降る街くだまつ。星いっぱいありがとうございます。チッピーさんもね、かぼちゃ、ウポさんもだるまありがとう。お久しぶりです。かぼちゃありがとう。誰、きょうちゃんありがとう。今日漢字テスト知ってるの。してない。久しぶりにかはたのに初めて。ありがとう、まやこさん。チーム分けでの活動を楽しみにしてます。ありがとうございます。みやいんうなぎんさん、こんばんは。パパとママに下町って言ってた。間違えちゃう。地名と人名をひらがなにした方がいい。そうだね。母ちゃんが学生の頃の青春ソングなんですか。青春ソング、もうわかんないな。青春生西野かな、あわかんないな。西野かなさんとかですかね。何聞いてたっかな。元気ですよ。そんな顔大好き、ありがとう。まさや星投げがさっきからめっちゃ星投げてくれてましたね。ありがとうございます。俺は松田聖子。カワタルはクラシック音楽聞かないです。聞く人いんの、聞く人いんのとか言って。聞かない。聞きますか、逆に。今日は何分少量する。そう、決めてないな。西野かな、昔見に行ったな。カホも見に行ったことある。室内部頑張ってる、ありがとうございます。カホも室内部やってるよ。いるよね、それはいるよね。すいません、聞かない。聞く人いんの。くそ。すいません。夕食を持ってきたところなんです。ほなカツカレー定食をいただこうと思います。いただいてください。洋楽とか聞くな。洋楽って何。僕は若い頃クラシック音楽聴きに行って、お坊ちゃんって感じ。聞く人いんの。聞く人、聞く人いんな。問題発言すぎやろこれ。いや聞きます。でもな、聞く、クラシック音楽って。だってすっごいお嬢様なイメージあるんだけど、もし聞いてたら。聞く人いるだけ見ちゃう。そこだけも切り取らないでよ。ユニット活動どんなことするか決めてる。踊るかライブとかあるのかな、ちょっとわかんないけど、あったらいいですね。いやだから聞く人いる。前の AKB の21歳の方が青春ソングについて話してた。なんて言ってた。21歳の青春ソング、アフツインはしないです。わかったら久しぶり。
クラシックはラジオで聞きますね。寝れそう。あ、確かにな、寝れそうやね、それは。ゆちさんこんばんは。あ、のだめカンタービレにハマってて結構前ですね。消費税増税についてどうお考えですか。東京から見ていますジャズは聞く。東京から見ていますジャズは聞く、聞かないな。この前お手合わせありがとうございました。元気。あ、ありがとう。ホリエモンさん、クラシックも中には分かりやすいのあるよ。グリーンの奇跡とか、あー、極戦の時代ですか。クレラップなら使えます。あ、え、ガチャありがとう。ラート君だった。ラート君、マサさん、ツネタル、ありがとうございます。こんばんは。音楽とか興味なさそう。音楽ですか。基本オレンジレンジしかわかんないな。聞いたことある曲でも題名とかタイトル覚えない主義なんですよ。全然わかんない。オレンジレンジ以外わかんないな。まだ実家だっけ。そうだよ。今日めっちゃいる。 NNA の中井理香さんがうるさいからどちらかね。わいわ投げてへん。12月に第9、同じ洋楽は各国のアーティストの曲を聴くってこと。あー、聞かないな。なんかね、アイドルになる前は聞いてたんですけど、 STU 入ってから聞かなくなりました。ダッシュできました、ありがとう。こんばんたる飾り。名古屋ののぞみ元気かな。名古屋のぞみ誰や。オレンジレンジ懐かしい。今日はカホの星4か。おお、オレンジレンジ好きだった、だったってか好きです。ハードなのは聞かない。ハード、ハード、ハードなのって例えば何。車で STU の曲だけ。嬉しい。聞いてみようかな、車で STU の曲。STU 入ってから始まるのには、そう、本当に本テートグループの曲ばかり聞いてます。うん、ヘビーメタル聞かないな、わからないです。ヘビーメタルわかんないですね。やっほー、広島行ったのにカートに会えないから寂しかった。かわいいりなちゃんの映画恋にしずく広島のお酒の話です。カーちゃんって、あ、かけちゃん、フォーチンテの曲めっちゃいいのばっかりって。移動中とか音楽聴いたりしない。あ、聞く聞く、聞きますね。あ、清水翔太よく聞きます。フォーティエイトグループの曲多いから聞いてて負けないにして並べる BGM を見て聞いています。今日もめっちゃ可愛い、ありがとう。アニソンは聞く？アニソン聞きますよ。カタルちゃん、またね。お、まだ配信してた。加藤ミリアのやつ懐かしい。行きたいコンサートとかありますか？カードでだんだん眠たそうな顔になってきたような声のデザートをかき食べてます。48グループの曲は聴いても飽きないよね。
ジブリは好き、ジブリ好きだよ。覚えなきゃならない歌、歌詞も振りも多そうなのでアイドル大変だ。そうだね、48入る前は全然会いたかったも聞いたことなかったぐらいなので、うん、大変でした。確かにアイドルの曲本当に聞いたことなかったから、あの本当に全然リズムがつかめずに大変でしたね。最初はね、全部歌も同じに聞こえた、全部。ジブリのキャラクターって誰が好きですか？コアなとこですね。誰が好きとかはないな。今日はさやねーのさつこでしょ。そこまでと、本当に聞いたことなかった。同じに聞こえる、本当になんかさ、なんだろう、ヘビメタとかもさ同じに聞こえません？わかんないやつって同じに聞こえるでしょ。全然同じに聞こえてたな。 AKB に興味が出た。かきひこさんこんばんは。アトル系の聞き始めたの4年くらい前から、その感想で気がきません。全部同じに聞こえました。違う違う、でもいや最初はだよでも今はなんかわかる、わかるようになってきたんだよ。うん、わかるようになってきました。歌詞ね、ほとんど暗闇と同じ。最近シティの曲を聴く、嬉しいです。よかったよかった、ありがとう。 AKB に興味が出てきたのは地元の SKE ができてからだね。あ、なるほどな。やっぱ地元の力は大きいですね。うん、そう思います。ママちゃんハートありがとう。分かるようになったんだね。そう、分かるようになってきてね、楽しいよ。楽しいですよ。星なぎありがとう。ココポありがとう。 AKB の新曲めっちゃハードなダンスはね、あ、やばいですよね。あれの上もこんなやつだ、こういうやつ、こいつや。なんでだろう、カートルフォロワー減ってる。まあいいです、別に減っても減ってもいいし、気になってくれたらフォローしてください。めっちゃ何、厳しい、激しい。 ST に興味あるのは何、皆さんフォローしてくださいありがとう。母ちゃんのショールームとママでいつも楽しいよ、いつもありがとう。やっぱ地元のグループって応援してくれるね。母ちゃんこんばんは。全員読めない、大丈夫、フォローしてくれてもいい、そんなこと言わないもう少しで1万フォロー、フォローしてください。皆さんフォローしてください。うん、ここだけの話だけどフォローしてます。ありがとうございます。ファーストラビットだと思って聞いてたら、サビで少女たちを聞いてて驚いたことある。結構違うやん。母ちゃんにハマってしまいました。嘘、嬉しい。でもいいです。俺は残る。母はそういう人を大事にしたいと思います。マサルさんありがとう。
しょこたんが瀬戸内巡りしてる。しょこたんどこ出身の人だろう。フォローしたいからしてますよって。したしたフォローいっぱいしたフォローしてください。ハロウィンの日は何かやるんですか。ん、何かやる、何にもやらない。何する、料理配信しますか。お金があればだけど材料高いんだアレックスとこんばんは。昔 SKE の公演を見に行くだけで握手会は行ってなかった。握手会行き出したのは NGT ができてからだ。あ、そうなんだ。ガータルルームのこれからフォローしてる。嬉しい。こうびっくりしたんだけど、なんかさ、ミーでさ、ナビがさ300円で売っててさ、もう300円のやつで十分だったのに、カホが買ったやつ2000円ぐらいしたんですよ本当に。しかもね、なんか一人鍋用セットっていうセットの野菜が売ってて、それが300円で売ってて、え、か3000円したのに全部でと思って、野菜とか全部買ったら3000円したんですけど、なんかね、そう、一人鍋用セットのやつが売ってて、え、こんなんあるんやったらこっちにしたらよかったなと思って、っていう衝撃でした。本当にトリ分って高い。そうだから、なんか今もさ、おでんとかでもさ、なんかいっぱいセットになって売ってるじゃん。あれが安いよね。いや、別々でだけど、お鍋が300円で具材も300円だった気がする。おやすみなさい。メインの部下はむちなんか安かったんですよねお、くまちゃんパラパラ。デミタル、ヒカルさん、ツネタル、ありがとうございます。 IH だから高いのでは。あ、鍋でしょ。うんうん、それはそうだと思う。でも、あ、そうだね、確かにな。あ、それはそうか。カータルが買ったのはいいやつだから、まあまあまあ、今後使えるから、まあ言っちゃいいんですけど。おでんの具何が好き、え、何が好きかな。白滝かな。白滝が好きです。牛トラとか安いイメージ。牛トラ IH 用だから高い、一生使えるよって。ひやり、さっきから怖いサイズさんが火を使うと配信できない。え、火使うと配信できないんだよね。え、そうなの、知らなかった。なんでえ、どういうこと。鍋セット下ごしらえいらないから楽だよね。楽楽楽。コンビニおでん食べたいの、食べたいもの適当に買うとびっくりするね。あー、わかる。コンビニおでんはね、何気に高いです。夕食いただきました、お疲れ様です。傘だったら100均で。お鍋もね、あかんわ。何IH 買っててよ、買って配信できる。ほんまやね、配信できる。300円の鍋は使い捨てでしょう。ヤヒを使えないから、みんなホットプレートで。え、いや使えるよ、ただ配信しにくいからじゃないですか。そんな決まりはなかったはず。そうですね、寒くなったら鍋配信しましょう。飲酒配信も禁止じゃなかったかな。禁止？いや、禁止じゃないはず。やんないけどね、絶対。こんばんは、こんにゃく系は苦手、食えない。こんばんはカラオケ配信も鍋配信も面白かった、曲嬉しい。ヒロさんこんばんは。今日も無理無理かわいい。今朝8時から夜8時過ぎまで仕事してるから元気代がめっちゃ安いよ。
さあ、高齢者さん、はじめまして。この前のお鍋配信楽しかったな、嬉しい、ありがとう。さこりさん、はじめまして。よかったらルームフォローしてください。おっかい、気の見配信しない。そもそも鍋の具買いすぎだったよね。あー、確かにね。ガーテルが昔作ってた卵が美味しそうでした。やらないな。マークで先の見ながら配信してるよ。今度はメンバーで鍋パスでね。そのパンダはクレーンで取ったの。そうだよ。主権さん、フォローお願いします。小ぶりやっほー。心を込めてハート500個ありがとう。福井ゆえさん、こんばんは。明日は仕事で朝早くから23時になったらお酒飲みますね。今何時？ちょっと待って、カフェの時あれ動いてないわ。今何時ですか？え、フォローありがとう、嬉しいです。ケンさん、フォローお願いします。46分、ありがとう。動いてなかった。で、何時からやったんだ。10時か、10時ぐらい。駅内の配信だとキャベツ千切り特訓配信。おお、よく覚えてる。間違えてフォローボタンに変えちゃったのに、もう変えちゃ、ありがとうございます。手を叩くと時計動くかも。手によって塞がってるわ、あいにく。あいにく塞がってる。もうちょっとで1時間ですね。並びますか。そう、これパンダ。ドゥエーン、こんばんは。分かったら明日早いのでもう寝るよ。着ぐるみさ、いや、めっちゃちっちゃい。確かにキャベツ千切り配信面白いかも。だだ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 、そろそろこの体勢がね、痛くなってきました。だだだだだ。メール写真可愛かった、ありがとう。パンダ結構でけえな。あと1回で奇跡なんです。カートルどこ。おお、嘘。そ、和則さん、こんばんは。ちょ、やばい、足プルプルしてきた。和也んたら、こんばんは。先週の幕張メッセの握手会で会いに行って、ありがとうございます、嬉しい。くまちゃん、ありがとうございます。誰だ誰だ、風やんたる。ところてんさんもありがとう。私競技生、え、名前変えてた。ぬいぐるみから髪の毛現在がつかないよ。そのパンダを背中に置いたら楽そう。こんばんは、カデヤンタル。年内に関西でなんかあったらいいのに。そうだね、関西でなんかあったらいいのに。それな、そう、そのパンダ見えから電車で持って帰ったやつ。違うよ、あと1回でキラメキや、頑張ろう。お、頑張って。カードに当たらんから奇跡にするの、本当に奇跡。っていうかさ、パラダイスにさなってる人とかさ、すごいよね、ほんま。
尊敬レベルです。あたた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 エアローバイクを吹ながらやばい喉痛くなってきた。桜町さんこんばんは。シティーフに必ずなる。嘘すごい。七並べはカード運が悪いと思ったらお前いない時に名前書いてます。なるほどね。ママタルはロマンスだっけ。ママタルはパラダイスだよ。パラダイスとかロマンスとかすごいすぎるよ。歩きらめきく最高なのに。でもいるよね。目がタイプゾーン。ゆいちゃんこんばんたる。今日もたくさんご存知でくれてありがとう。ありがとう。あやたる。お声は喉に悪い。久しぶり。母さん変わったらみんな最近変わらない髪伸びたね。髪伸びたよ。まだ長いです。さあそろそろ終わりますか風邪ひいて。そういや風邪じゃないんだけどなんかなんだろう空気悪いのかな。分かんない。よし、さあさあさあ終わります。よかったら受験の皆さんルームアローしてってください。お、ゆいゆいちゃん嘘嬉しいな。おやすみなさい。10歳バラマキさん、12位青森からさん、11位ウッパさん、10位ガチャさん、9位ツネタル、8位スマホが一番さん、7位トニトニチョッパー、6位ケンちゃん、5位ママちゃん、4位チミさん、3位デミタル、2位ラート君、1位ところてんさん、ありがとうございます。また来てね。受験の皆さんよかったらルームフォローお願いします。ずっと七並べ やります。じゃあね、3、2、1おやすみ。